こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では昨日発表になりましたユニクロとジルサンダーさんのコラボレーションであるプラス J ですね。今季もですね、秋冬が展開されるということで非常に楽しみなわけなんですが、こちらのですね、新しいもの、どんなものがこれから並ぶのか、ホームページの方にですね、商品が並んでいますので、そちらを見ながらですね、僕の率直の感想であったりだとか、あとはですね、これが欲しいなというところを皆さんと一緒にシェアができればなというふうに思っています。主にですね、大人の男性ですね、30代から40代の男性にはここら辺がおすすめだよというところをですね、お伝えしようかなと思ってますので、よかったら最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。はい、で非常に楽しみなコレクションなんですが、一つ残念なお知らせがあって、今回のコレクションで一旦ですね、第2幕は終了という形になるんですね。昨年の秋冬、そして今年の春夏、そして今年の秋冬、3つ合わせてですね、このコレクションが完結するわけなんですが、これからも定期的に続いてくれたらいいなとは思っていたんですが、ジルサンダーさんも高齢ですし、やはりね、こういったコレクションを長く続けるというのは体力も気力も使う部分もあるかなと思うので、このあたりで、一つですね、一区切りになって、また一つの伝説になるのもですね、一つの魅力としてはいいんじゃないのかなというふうに思っています。僕自身もですね、結構楽しみにしていまして、春夏も秋冬もいろんなものを買ったんですね。前回前々回、今着ているこういったシャツアウターもプラス J のものですし、あと内側に着ているこういったシャツですね、これも春夏のプラス J のものなんですが、結構デザインとしてはシンプルなんですね。ですので、なんか派手さのあるコレクションというよりは、非常にこう長く使えるような上品なものが多いという印象なんですけども、そういった基本的なスタンスというところは変わらずにですね、今回もですね、プラス J の商品がリリースされているのかなというふうに思っています。ここからはですね、実際にこちらの方にですね、スマホの画面を映しながら、僕の感想だとか、これが欲しいっていうところをですね、お伝えをしてみたいなというふうに思っています。はい、ということでここからはですね、具体的にアイテムを見ていきたいなと思っているんですが、ラストコレクションということで、メンズを見ていきたいと思っているんですが、まずね、この一番最初の、この画面に映っているダッフルコートですね、やはりここに持ってくるものというのは目玉商品だと思うんですね。ですので、このダッフルコートというのは、後ほど解説したいなと思っているんですが、一つの目玉というか、コレクションの中心に添えるようなアイテムなのかなというふうに思っています。相変わらずですね、この何でしょう、モデルさんがモノクロで写っている写真っていうのが、ジルサンダーさんらしいなって感じがして、非常にスタイリッシュでかっこいいわけなんですが、今回もカテゴリーとしてはアウターがあって、シャツがあって、ボトムスがあって、ニット系、そして T シャツカットソーがあって、最後にグッズがあるという形になりますね。結構ね、アウターのバリエーションが広いんですよね。パッと見た感じでも、ダウンがあり、MA1 があり、そしてステンカラーコートだとかチェスターコート、そして普通のジャケットもありますね。あとはピーコートなんかもあるということで、かなり重衣量が充実しているというのが分かっていただけるかなというふうに思っています。最初から見ていきたいなと思うんですが、ダウンですね、先日ですね、ユニクロとのコラボレーションで非常に話題になった、なんだ、ホワイトマウンテニアリングですね、エンジニアードガーメンツが出てきてしまったんですけど、今回はホワイトマウンテニアリングですね。コラボレーションもダウンが一つの目玉になっていたわけなんですが、プラス J でも、今回も展開をしています。昨年はですね、結構争奪戦になったダウンだったんですが、今年はこれがメインというよりは、先ほどもお伝えした通りダッフルが、一番表紙に来ているので、ダウンの力を入れようとしては去年ほどではないかなと思うんですが、非常にこれもバランスのいいデザインかなと思います。2つ並んでいますね、画像が。まずはですね、こちらの左の方から見ていきたいなと思ってるんですが、こちらはですね、色はオリーブとブラックの2色で、この肩の部分ですね、ここに切り替えがあって、これがですね、デザインのちょっとしたアクセントになってますよという形なんですが、基本のデザインはものすごくこうオーソドックスなんですけども、ちょっとした切り替えとかで遊びが入っている、この遊びがやりすぎ感があると途端になんかこう僕は気恥ずかしくなって着なくなることが多いんですが、
プラス J のちょっとしたこう遊びとかアクセントというのはすごくさりげなくて上品なんですね。大人の男性が来てもなんかこうやりすぎ感がなくて、なおかつ本当にプレーンなものだと退屈に感じてしまうところ、そこがですね面白みとして感じられるので、そこがすごく魅力的だなと思っています。で、色はですね、このオリーブ色がすごくいいなと思うんですが、オリーブってこの色味の深さによって感じ合い方が全然違うんですね。僕は明るめのオリーブよりは、濃い感じの方が上品な感じがして好きなんですね。明るいとちょっとこうミリタリーっぽさが強まってしまうんですが、これは写真で見る限りすごく深みのあって素敵なオリーブなんじゃないのかなというふうに思ってます。派手さはないんですけど、非常にこれはなんか注目している形ですね。で、見ていきたいのは商品単体っていうのと実際に人が袖を通した時の見え方って全然違うわけですね。まあ、正直ですね、この単体で見るとプラス J の商品ってどれもシンプルなんですよ。なのでそこまでなんかこうグッと惹かれるというか、最初の時点からこれはすごいっていう感じがしなかったりすることも少なくないんですが、これがですね公式スタイリングという形で着てる状態を見てみるとやっぱり美しさっていうのが際立ちますね。モデルさんが着てるということでね、スタイル抜群なので、ちょっとその点はですね、夢があっていいなとは思うんですけども、着た状態すごく美しいですね。いろんな光の見え方によってね、またこう色味は変わってくるんですが、深みがあってすごく綺麗なオリーブですね。ちょっとこうブラウンっぽさを感じるというか、光沢感も含めて上品な仕上がりかなと思ってますね。まあ、光沢感もこれチープな感じはしないので非常にいいんじゃないでしょうかね。雨や水をはじく耐久撥水機能をプラスということで、フィルパワーも640以上、まあまああったかいということですね。マットなポリエステルとコットンライクなポリエステルをミックスした素材を使用という形で、まあ、非常にねこうシルエットも含めて現代的で素材使いもいいので、僕はこれは欲しいなと思うんですが、この前買ったばっかりなのでちょっとこれはよく見てからだと思いますが、僕はオリーブが好きですね。で、もう一個あるのがこちらは、肩の切り替え部分とかフードの部分、あとポケットの、この入り口の部分がちょっと色が変わっているという形ですね。ネイビーベースで、これもオリーブなのかダークグレーなのかっていう感じの色で、ちょっとこう少し色合いに遊びがあるという形なんですが、これもかっこいいんだけど、ちょっとこう重衣量でこのような遊びがさっきよりは、強くなると飽きちゃうかもしれないなというところで、個人的には先ほどのオリーブがおすすめなのかなというふうに思っています。はい、続いてハイブリッドオーバーサイズ MA1、ブルゾン、前回かな、こういった MA1 出まして僕も買いましたが、非常に良かったですね。なんかこういわゆるアメカジっぽい軍物っぽい MA1 というよりは、少しこうシルエットもオーバーに振ってあって、すごくねシルエットも良くてかっこよかったんですね。で、今回は色合いがグレーとブラックということで、結構光沢感がありますね。これが上品と映るか、なんかこうちょっと気恥ずかしく映るのかはちょっと着てみないと何とも言えないところですね。この写真の状態では割とこう光沢感強いんですが、これも公式スタイリングをちょっと見てみましょう。はい、ブラックで合わせてますね。こう見るとなんか上品でいいですね。全部モノトーンブラックのみでコーディネートを組んでありますが、かっこいいですね。こうストイックな形でこういった MA1 というですね、ちょっとミリタリーっぽいものを着てもらうっていうのもいいですね。内側にこれは多分スタンドカラーシャツを着ているのかな。なんかこうアウターがカジュアルなので、内側に着るものはシャツとか綺麗なもので合わせるっていうのがすごくバランスがいいかなと思いますね。これブラックいいかもしれないですね。前回はネイビーを僕購入したんですが、これはこれで、ブラック非常にかっこいいかなと思いますし、まあ、あったかいんじゃないですかね。ちょっと概要を見てみましょうか。これもね、フィルパワー640以上ということで、まあ、中が暖かいんですね。で、微光沢のナイロン素材を使用ということで、先ほどのようなですね、少し光沢感のあるような雰囲気が出てきてるのかなと思いますね。で、まあ、フォルムもちょっと構築的なオーバーサイズということで、これまたね非常に現代的なアプローチでいいんじゃないのかなと思います。これは買うか買わないかはちょっと絶妙ですが、かっこいいと思います。おすすめできるアイテムなのかなというふうに思いますね。あとライトダウンジャケットとか、
あとこのオーバーサイズのコート、ダウンコートって最近結構ね出てますよね。僕はね個人的には、ダウンはあまり長さがない方が好きなんですね。まあ、それだけこう長さがあると、まあ、主張も強くなるので、個人的にはスッキリとした着丈のものが好きなので、ダウンオーバーサイズパーカーを選びたいなというふうに思ってますね。まあ、オーソドックスなステンカラーコートだとか、あとはシャツジャケットですね、ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケット、このあたりもですね、派手さはないですが非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、最近はねこういったシャツ系のアウター、まあ、本当にディティールとしてはシャツっぽいんだけども、厚みはしっかりとあってアウターっぽく着れるもの、シャツ、本当の薄手のシャツの上に着たりだとか、ニットを上に着たりだとか、そういった形で重ね着ができるようなアウター感覚のねこういったシャツジャケットはトレンドなんですが、今回も出ますよということで、この写真だけ見るとめちゃくちゃオーソドックスで、なんか買うかどうか分かんないなと思うんですよ。でも色合いがやっぱりいいんですよね。僕はダークグレー欲しいなと思うんですね。ブラックもいいしネイビーもいいんですけど、この都会的なダークグレーがいいなと思うんですが、やっぱりこれまた公式スタイリング見ていただきたいんですけども、このね着た状態シンプルなんだけど美しいなと思いますね。肩がこう落ちていて、シルエットはほんのりゆったりなんですが、決してやりすぎ感がなくて、ポケットのねこう大きめのディティールというのもすごくかっこいいので、これもね個人的には欲しいです。まあ、実際に着てみてサイズ感確認したいなと思うんですが、いいと思いますね。ダークグレー推しでこれは見ていきたいなというふうに思ってます。はい、すごくいいアイテムですね。派手さはないけどいいですね。でウールジャケットのセットアップ可能ということで、結構ね僕はこういったコラボレーションシリーズでジャケットって買うことはほとんどないんですよ。でも今期ね最後ということで、僕はこのセットアップチャレンジしてみるのもいいかなと思います。僕が、第1弾のジルサンダー見てた時ってタイトなシルエットが全盛だったので、僕の体のサイズ164センチ53キロだとどうしても S でも大きかったんですね。なんでなかなか買いづらかったんですが、今のちょっとゆったりめというのがトレンドの時であれば、このプラスでのね少しゆったりめであってもハマりがいいと思うので、セットアップで今回買ってみるのもありなんじゃないかなというふうに思ってますね。上質なウール 100% のジャケットということで、まあ、2万円弱ということでね、今回は全体的に金額が高いと思う方、多いんじゃないかなと思いますね。個人的にも、いつものテンションで見てみるとちょっと高いかなとは思うんですが、やっぱりね素材使いであったりデザインのディティールであったり、そのあたりを見れば納得の価格帯ではあるかなと思います。あくまで通常のユニクロが圧倒的に安すぎるし、あとはユニクロ UU もそうですよね。かなりお手頃なので、それとの比較だとちょっとこう値段が高く感じるかもしれないんですが、まあ、ここはどこと比較するかなんですね。それでもジルサンダーの本家のラインなんかと比べるとものすごくお手頃なわけですね。まあ、ジルサンダーも最近旬ですごくいいブランドで僕も見るんですけども、まあ、そういったものに比べると非常にお手頃なので、そこら辺と比べたりだとか、あとはセレクトショップのオリジナルだとかと比べてどうなのかっていうところですね。まあ、デザインだとか素材感っていうところでは僕は申し分ないと思うので、おすすめできるものかなというふうに思ってます。はい、でウールブレンドオーバーサイズピーコート、これもねちょっと気になってますね。ただ僕よく動画の中で着丈の短いピーコートって注意が必要だということでよくお伝えしていると思うんですね。ちょっと前に流行ってどうしてもお尻が丸々見えてしまったりだとか、そういうピーコートって子供っぽく見えるんですね。このなんかちょっと制服で着ていたような学生時代のイメージがあるようなアイテムなので、僕は着丈の短いピーコートってあまりこうおすすめしなかったんですが、これ単体で見ると、これまたそこまでちょっとイメージが湧きづらいんですが、ぜひ公式スタイリング見ていただきたいんですけども、これね着ている状態すごくいいですよね。着丈も多分お尻丸々は見えないんじゃないかなと思いますね。少しお尻が中間ぐらいまで隠れるか、もしくは、お尻の下の方まで来るのかなとは思います。これぐらいの着丈の長さであればいいのと、あとこのオリーブの色合いですね、オリーブとブラウンが混ざったような曖昧な色合い、そしてこの光沢感といい、すごく上品でいいなと思ったんですね。まあ、この色合いです。
ブラックだとこれ普通な感じが、あ、ブラックじゃないですね、ネイビーだと本当にこういわゆる学生の頃に着てたようなイメージになるかもしれないですが、オリーブだとまた感じられ方変わるのかなと思っていまして、個人的には注目してます。これは見ないと分かんないですね。現時点で買うかどうかは五分五分なんですが、着てみた状態でよかったらトライしてみたいなという感じですかね。この大ぶりの襟も含めて個人的にはいいかなと思ってます。あとは定番のチェスターコートですね。このあたりはね、3万円ぐらいするもので素材感いいんですが、結構いろんなところから出てるんですよね。僕もチェスターコートいっぱい買ってきて持ってるので、こう今からまた買うかなっていうとちょっと難しいかもしれないです。ただまだ思ってない方にとっては3万円でかなり素材感、シルエットにこだわった本格化の、ね、チェスターが買い揃えられるというのであれば買う意義はあるかなとは思うんですが、ちょっと僕の中では特別に今回買うということはないかなというふうに思ってます。はい、そしてこれですね、先ほどもお伝えしましたがウールオーバーサイズダッフルコートですね。これが主役として今回は掲げられているわけなんですが、ダッフルコートもまたこの学生時代のイメージだとかカジュアルなアウターとしてのイメージって僕らの頭の片隅にはあるかなと思うんですね。なのでそのイメージのままだとどう着ようかなっていうところが分かりづらかったりするんですが、ダッフルコートって結構おしゃれな方って着てる方少なくないんですね。例えばサイという国内のブランドがあるんですけど、そこのダッフルコートめちゃくちゃかっこいいし、あとはハイクというブランドがあって、そこもダッフルやっているんですけども、そのあたりすごくかっこいいので僕は普段のスタイリングでご提案することもあるんですね。そういったダッフルコート の大人っぽく上品な組み合わせというところを考えると、これもね、万人向けではないと思うんですよ。失敗するとなんかこう子供っぽく見えたりだとか違和感があることも考えられるんですが、これちょっとこう中級者以降の方であればぜひトライをしていただきたいようなアイテムかなというふうに思ってます。これも単品で見るよりも着てる状態を見ていただきたいなと思うんですが、従来のダッフルよりも少し肩が落ちているようなシルエットで現代的ですね。トグルの感じもねすごく品があってかっこいいですよね。ちょっとこう左右対称というよりは左右がちょっとずれているような形の前部分になっていて、この辺りのちょっと雰囲気も僕はかっこいいなと思うんですね。これはね着てみないとわからないです。僕もサイのダッフルコート欲しいなと思っていた時期があったんですが、ダッフルというものになんかこう自分自身まだ見慣れてないのと着たことがそんなにないので、その状態でサイのダッフルとかも結構高かったと思うんですね。ちょっとまだ値段見てないから正確なことわかんないですけど8万円以上だったと思うんですよ。なかなかトライするのは難しいですが、こちら値段が29,900円、決してこれも安くはないんですが、なんかジルサンダーの、このなんだろうなダッフルコートっていうところでトライをしてみる価値は十分にあるのかなと思うので、これは試着するのを楽しみにしたいと思ってます。正直今の時点ではわからない、買うかどうかはわからないんですが、おすすめはできるアイテムですね。コートのジャンルだと僕は、ダウンオーバーサイズパーカーのオリーブ、これは結構欲しいかなと思ってまして、あとはウールブレンドオーバーサイズシャツジャケットのダークグレーは欲しいで、ウールブレンドオーバーサイズピーコートと、ダッフルは半々というようなイメージですかね。そんなところでしょうか。セーターカーディガンというジャンルもですね非常にシンプルですよね。はい、どれもベーシックオーセンティックで今後長く使っていけるというところ、ここに価値があると思うんですよ。なんかパッと見ですごくこうそそられるとかかっこいいと思うものって最初のインパクトは強いんですけども、その先ずっと長く使うっていうとその最初ほどのインパクトがどんどんなくなって、なんかちょっと派手で着ないっていうこともあったりするんですが、ジルサンダーのアイテムは本当ね買った時のテンションはそんなに派手さがないので、ワクワク感としてはおなんか着るといい感じみたいな感じなんですよ。でも長く着てるとそれがおなんかいいよねっていうのがじわりじわりと高まってきて、それが半年経って1年経ってもクローゼットの中にあったら自然と着るみたいな、これ着やすいし
合わせやすいから着るっていうような形でクローゼットに馴染むというところ、そこがねやっぱり最大の魅力だと思ってるので、この単体で見た時の派手さのない感じよりは、まあ、実際に使ってみての、ね、感想っていうのは一番分かりやすいかなと思うんですね。ニットも派手なものないですよね。シンプルです。まずは V ネックカーディガンなんですけども、これもねシンプルなんですけど、僕はこれすごくいいなと思ってまして、色はですねこれもグレーかな、グレーがいいかなと思いますね。この襟の部分ですね、ここが結構太めにこうなっていまして、切り替えの部分がここがねなんかアクセント的にもすごくいいかなと思いますね。あとはポケットがこう2段になってますね。左のポケットかな、2段になっているというのがこれまた一つのデザインのアクセントなんですけど、全然こううるさい感じというかやりすぎ感がなくて、こういうなんか見せ方が僕は好きなんですね。これはなんか T シャツの上にさらりと着たいだとか、あとはね、スタンドカラーとの合わせなんかもいいんじゃないかなと思うので、僕はちょっと注目してますね。はい、まあ、公式スタイリングを見てみると、これはブラウンのやつと、スタンドカラーシャツベージュなのかな、はい、これと合わせてますが非常にいいですね。まあ、ちょっとグラデーションっぽくしていますけども、うん、こんな感じでスタンドカラーとシャツの方が長くてカーディガンの方がやや短いという形で、この着丈の長さのバランスを変えながら着るっていうスタイリング、これがいいと思うので、そしてこの上にまさしくダウンとか着れば完成という感じで、なんかレイヤードの一つのアクセントになるのでこれいいですね。はい、でこっちのまさしくこれですね。このスタイリングですね、めちゃくちゃいいですね。改めて見るとスタンドカラーシャツの白が除いて、その上に多分これダークグレーかな、グレーのカーディガンが入り、そしてオリーブの、このオーバーサイズパーカーね、ダウンオーバーサイズパーカー、これはいいっすね。このままやりたいっすね。さすがやっぱりウェブでスタイリングされてる方はレベル高いっすね。ほんと勉強になりますね。すごいいい、うん、なんかこうやってスタイリング見るとワクワクするんですよ。この単体で見ると分かんないんだけど、実際に着た時に良さが分かるっていうのがやっぱり服としては僕は好きな感じなんですよね。なんかインパクトが強いものって意外と着なくなる可能性があるので地味にかっこいいですね。でこれは6000円なので、まあ、買いやすいですね。でここからがちょっと値段が上がってカシミヤが、メインになってくるんですが、そうすると値段もね 15,900 円という形、パーカーに関しては 17,900 円という形で一気にですね、まあ、カシミヤのセーターにしちゃこう十分ね、金額は落ち着いているんだけども、でもかユニクロのいつもの価格帯からするとちょっとこう一歩前に進むのをためらうというところはあるんですが、カシミヤのクルネックセーターもいいんじゃないですかね。これ面白いのが腕の部分だけ色が違うんですね。これ右手かな、右手部分だけ、これはブラックメインなんですけど、あと襟も違いますかね。あ、襟もそうですね。襟と腕が、ダークグレーみたいな形でちょっとこうね色のこう切り替えというところが一つ面白いのかなというふうに思いますね。はい、うん、このブラウンもね、これはカーキオリーブみたいな色との組み合わせですかね。少しねなんかこう普通のいわゆるニットというよりはカラーブロックということでちょっとこう変化球というところが面白いなと思いますが、これがやりすぎ感があるのか面白いなと思ってアクセントになるのかは実際に着てみないとわからないんですが、いいんじゃないかなと思います。ただ 16,000 円というところで金額は安くはないので要検討というところですかね。まあ、タートルネックとかもいいですね。これはオーソドックスですごく使いやすいんですが、僕は首元がねちゃんと高さがあるものがあんまり得意じゃないので、これはちょっと僕は見送りたいかなとは思うんですが、まあこんなものもあったりとかね。はい、あとはカシミヤタートルネックセーターということでね、これもまたねいいんじゃないですかね。僕はねこのネックがあるのはあんまり得意じゃないのでちょっとこうパスしようかなと思ってるんですが、使い勝手が良くてカシミヤ 100% の雰囲気はすごくいいと思います。まあ、ブラックかな、重ね着の一番ベースに使いたいのでブラックで見てもらうといいと思いますね。まあ、16,000円安くはないのでちょっとこのあたりは要検討かなと思います。でポロシャツはね僕はこれパスですね。うん、なんかポロシャツニットポロとかって僕はこう半袖だったらなんかいいかなと思うんですが、長袖になるとちょっとこう失敗するとおじさんっぽくなるので、そのあたりは注意が必要なので、
まあ、着れる方はねすごくおしゃれに着れると思うのでいいと思うんですが、僕個人はパスかなと思ってます。はい、続いてシャツですね。シャツもこれまた見ると超シンプルなんですよね。襟型はスタンドカラーとレギュラーの2型あってという形なんですね。で、写真で見るとそこまでなんかテンションが爆上がりする感じじゃないんですけど、すごい使いやすいんですよ。僕はプラス J のシャツ大好きでいろいろ買ってるんですね。まあ、実際に今着てるこの、ストライプのシャツだとかシャツアウターもすごく気に入ってるんですけども、今回もねこの、スタンドカラーシャツは僕は買うつもりです。で、まあ、デザイン自体はシンプルなんですが、胸のポケットが少しこうなんだろう、左に外側にこうつけられているのがアクセントになるのかなというふうに思ってます。で、色合いですね、ホワイトもいいけどもやっぱりダークグレーいいんじゃないですか。ブラックとかホワイトはパキッとしてこれまたいいんですけど、この曖昧なダークグレーというカラーがやっぱりいいと思うんですよね。この上にですねブラックのコートなんか着てモノトーンに、コーディネートするのもいいので、これは買いたいです。はい、欲しいです。はい、公式スタイリング見てみましょう。これまたねいいですね、光沢感があってすごくいいですね。めちゃくちゃ似合いますね、モデルさん素敵です。1枚で着ても十分に様になりますし、あとは重ね着としてもね優秀ということで、さっき、ご案内した MA1 この内側に着て、このカジュアルな、MA1 ときれいめなシャツというところでバランスを取るというスタイリングを組むには最高ですね。これはいいですね。まあ、白だと先ほどのようなね、ちょっとこう秋冬の暗いトーンの中に差し色として使うにはすごくいいので、そういう使い方もいいので白もいいなと思いますね。白欲しいな。カーディガンと合わせるなら白もいいですね。で、ストライプもあると。ストライプもね、本当にこう遠目で見たらちょっとライトグレーっぽく見えますよね。拡大すると本当になんか細かなストライプなんですね。はい、これ腕の部分と本体の部分でストライプのこのピッチの幅を変えてあるんですね。これはね以前もやったアプローチなんですが、これもいいですね。控えめなストライプというところですごくいいんじゃないですかね。で、こっちは何だろう。ああ、これね、これベージュいいっすよね。先ほども出てきましたが、ブラウンのカーディガンと重ねてグラデーション出してもらうのもいいかなと思いますが、まあ、このね素材の色の感じですね。スーピマコットンを使っているということで、すごく未光沢が美しいということですね。まあ、先ほどのこちら、やっぱりこう写真で見ても光沢感伝わるので、上品でいいですね。このブラウンもし、スタンドカラーシャツはちょっと複数買いしちゃうかもしれないですね。で、レギュラーカラーシャツもいいですね。最高。このグレーいいですね。なんだろう、グレーとブルーが混ざってちょっとパープルっぽくも見えるこのグレーいいですね。このグレー欲しいかな。レギュラーカラーはこの色にしたいな。シャツだけでちょっと欲しいものがいっぱい出てきちゃいましたね。これはストライプかな。これも細かなストライプですね。こういうなんか生地のね、あえての細かなストライプの選び方も素敵ですよね。で、オーバーサイズのシャツブルゾンということで、まあ、今僕が着てるのはまさしくシャツブルゾンっぽい感じなんですけど、こういったアプローチもねすごく良くて、オリーブの感じもいいですね。6000円でシャツというよりはこうアウター感覚で煽れるようなものというところで、これもいいっすね。なんかやっぱり見れば見るほど良くなりますね。裾の部分がこう絞れるような形でね、ちょっとアクセントにもなりますね。色合いがいいですね。で、こう腰にポケットがついてるので、そこがあることでアウターっぽく見せられるんですよね。これもいいな。シャツはまあ豊作ですね。 T シャツカットソー系は、まあ、正直ですね、いいかな。すごく素敵だと思います。 T シャツに関してもこのあたりもね、前回のものを見てもですね、定評があるので、買い足してあげるのもいいと思います。これはもう一つの定番として使えるかなと思ってまして、あとはこのジップのパーカーもねいいんですけども、なんかこれといって、プラス J で絶対マストっていう感じではなくて、ものによっては持っておくのもいいかなという感じですかね。はい、ボトムスもね、またいろんな選択肢がありますが、そんなに極端に大きい感じのものはないですね。そこがまたいいんですが、僕はこの中で注目しているのは
ウールブレンドタックパンツですね、これがいいんじゃないかなと思ってまして、すごくね上品な雰囲気にタック入っていて、すごくね雰囲気いいですよね。そんなに太すぎずに、かといってビタビタに細いわけではないので、程よく今っぽい感じが出しながらも大人の男性にも似合いやすいようなパンツなんじゃないかなというふうに思ってます。これはいいな。ちょっと争奪になりそうですが、僕はウエスト、小柄なのでどうしても最小サイズじゃないと合わないので70ですね。70のウエストサイズを速攻でオンラインで買いたいと思います。これぐらいですかね。あとセットアップのパンツとかセルビッチの、ね、ストレートジーンズなんかも、間違いないところだと思うんですが、この中では一押しはウールブレンドタックパンツ、そしてイージーワークパンツもいいんじゃないですかね。ちょっとこうオリーブのダークグリーンの感じも、この深さ次第ですが、ちょっとミリタリーライクな感じもするんですけど、あんまりゴテゴテしてないのでジルサンダらしいこうミリタリーのアプローチで個人的にはすごく素敵かなと思ってますね。これもね欲しいな。このオリーブ色が欲しいので、この2つ、イージーワークパンツとウールブレンドタックパンツ2本を、チェックをしたいと思います。グッズはまあベルトね、まあいいんでしょうけど、個人的にはそこまで、持っても持たなくてもいいかなっていう感じですね。はい、こんなところでメンズ見ました。本当に最初に見た時の印象と、僕今サイト見るの 3,4 回目ぐらいなんですけど、どんどんイメージ変わっていくんですよ。見れば見るほどよく感じてくる。でルックを見ると、あ、こう見えるんだっていうところでよりテンションが上がるということで、これこそやっぱりプラスへの魅力なんだろうなっていうのをすごく実感してます。そして実際に買ってそれを着続けることで、その良さがじわりじわりと感じられてくるので、僕はね今期すごく最初の1回目よりはインパクトは少ないですよ。なぜかといえば、もう大体の雰囲気は第1回目2回目というところで、掴めているので、3回目の今回の秋冬というところで驚きはそこまで強くないので、そういった点では、ワクワク感は前回ほどはないですが、でも本当に使えるものが多いんじゃないかなというコレクションになっています。そしてもう一つだけ、女性もの、これも触れておいた方がいいですね。僕は毎回ね女性ものあんまり触れなくて、現場に行って何これめっちゃいいじゃんっていう形で驚くので、今回はちょっと事前に見ておきたいなと思うんですが、さっくりいきますね。注目してるのがアウター系の中ではダウンショートコートね、ここら辺もねちょっとこう気になってます。シルエットがどれぐらいこうなんだろう A ラインが広がるかによるんですけども、この感じもかっこいいんじゃないですか。僕は個人的にこれ、非常にかっこいいなと思ってますね。なんかこの感じはメンズが着てもいいと思いますね。はい、あとねもうさっくりいきますが、カシミアブレンドラップロングコート、これが女性もののトップに着てるんですけども、これはいいですね。ベルトがこう特徴的な、すごくねラップコートですごい上品ですよね。これはねいいんじゃないですか。タイトシルエットが前世の頃って女性もの肩幅も狭いし、ちょっと着るとねなんか違和感が男性だとあるってものが多いんですけど、最近はね少しゆったりめなので割と男性が女性もの着ても違和感がなかったりするので、これは着れるんじゃないかな。ブラウンもいいけどブラックでしょうね。 L あたりのサイズを着たいなと思うんですが、このドレープ感、素材の美しさ、そしてこのねちょっとこうボタンが見えないんですけども、ベルトで留めるみたいなね、タイロッケンコートもそんな感じなんですけども、そういう雰囲気、僕はこれ大好物ですね。めっちゃ欲しい。3万円するんですけど、メンズのコートよりもこっちの方が個人的には、楽しみですね。これは多分人気出そうですね。めちゃくちゃ良さそうです。あとねセーターもですね、この中では個人的にはこのプレミアムラムケーブルハイネックセーターが良さそうですね。色はブラックでちょっとこうハイネック気味になっていて、このスリットが入ってですね、首の部分とあとは袖の部分ね、これがねアクセント的にすごくいいのと、あと背中がケーブルになってて、前からと後ろ方で全然印象が違うというところ、これもかっこいいですね。ルック見てみましょうか。これはね、シャツをこう覗かせてあげるような感じの見せ方、たまにあるんですよね。シャツとタートルネックの、コーディネートで
シャツの襟を立ててちょっとこうニットから見せるみたいな、ね、やり方をすることがあるんですが、それをこう、まあ、スリットが入っているのでより見えやすくしているというところで、これは素敵ですね。めっちゃかっこいいですよね。これは男性でも選ぶんじゃないですか。ウエストの絞りが効いてたりはしないのかな。多少あるのかもしれないですけど、なんかこう違和感はないのでメンズが着てもいいんじゃないかなというところで、この2つは要チェックですね。大人の男性にも使いやすいという感じでしょうかね。まあまあ他にもね、実際見たらいいものがあるかもしれないですが、女性ものではこの2つというところでチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。長くなりましたが良さそうですね。値段はねやっぱりちょっと高いとは思うんですが、最後のコレクションで素材感もしっかりこだわりがあって、まあ、ユニクロっていう一つのね、この土台でやってるっていうところはあるんですけど、そこをちょっと度外視して実際にこれぐらいの価格帯の、服と比べた時に、圧倒的に素材感だとかデザインの面白みとか美しさっていうのは感じられると思うので、僕は買う価値はあると思いますね。なので、これはもう本当になんか今後あ買っとけばよかったなという後悔が出ないように、僕は頑張りどころかなと思っているので、地味ではあるんですが、しっかりと購入をして皆さんにまた、後日ですねレビューができればなというふうに思ってます。はい、ということできっとね賛否両論分かれると思うんですね。高いという意見もあると思うんですが、個人的には非常に楽しみにしているので、皆さんも今後の買い物の参考にしていただければなというふうに思ってます。また争奪戦になるのかな、並ぶのかな、それがしんどいところではあるんですが、もう本当に最後のコレクションということで、楽しみにしていきたいなというふうに思っています。今日この動画ね、7時にアップされて、実はこの後ですね8時からユニクロさんのですね、ユニクロライブステーションというものに出演しますので、そちらの方もよかったら楽しみにしていただければなと思ってます。もちろん今日生で配信されるんですが、今日見逃した方もですね明日以降ユニクロさんのサイトの中でちゃんとアーカイブが残ってますので、そちらで見ていただければなというふうに思ってます。今頃緊張してると思うんですけどね、はい、ぜひそちらの方でもコメントとかいただけたら嬉しいと思ってます。はい、ということで以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。